けちーおたほの、ズミニプラを崩せモーベロー動画をご覧の皆さん、こんにちは、おたほです。今日紹介するおもちゃは、こルだスーパーミニプラ、スパイダーマン、レオパルドンだ <laughs> おー、全国のガンゲロウ、集結せよ今回の動画が面白かったら、チャンネル登録と、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。それから、ちびっこもぜひ、大人と一緒に見てね それでは早速レビュー行こうああ今ね、この東映版スパイダーマンの結構アイテムがね、いろいろ出ててね、ちょっとしたブームになっています。このぐらいの、こう、ハイグレードフィギュアだとか、SH フィギュアツのね、東映版スパイダーマンとか。今後ね、超合金魂のね、リニューアルバージョンなんかも発売されます。そして、スーパーミニプラ僕はね、過去にその超合金魂のね、レビューしたことがあります。まあね、というわけでね、レビュー行こう まずね、この箱がいいね。もうたまんな、ね、い。これはね、東映版、スパイダーマンが放映当時に発売されていたデラックス超合金のレオパルドン。あれのね、もうオマージュです。このスーパーミニプラはこういう遊び心があっていいよね。チェンジレオパルドンというわけでね。このね、レオパルドンがね、スパイダーマンが乗り込む巨大ロボね、こう、レオパルドンになるわけです。 いやーいい、もう本当に素晴らしいね。箱がとにかく素晴らしいです。パッケージの背面。後ろもね、こう、なんとなくこう、懐かしい感じになっています。あっけーろ。あッけーろ。肩ナイフを使うときは気をつけてね。よし。おー。このね、箱の中にね。おー、ぎっしりとね、入っています。せーの。じゃーん。おー、めちゃくちゃ入ってる。 キットの量はこんな感じ。ちょっと見ていこうか。一袋目。こんな感じ。ブラック。それからね。おー、イエローがありますね。もちろんね、ところどころ、部分塗装が施されています。はー、こんな感じ。結構ね、塗装箇所が多いね。あーフェイス部分あ。しっかり塗装されてます。塗装されてない、この胸部のおーパーツも入ってるんだおーおーおー。おー、これがね、シールドです。あの、縦だね。 ああ、劇中に登場しなかったやつ。うんだけど、これあると見栄えがいいね。あとなんかクリアパーツもあるね。ああ、これはエフェクトかなそれからシルバー。おソードビッカーのお。ソードの部分がありますね。そして最後がブラック。そうだね。結構ボリュームがあります。そしてね、えー、本体の美味しいラムネ。これ最後に食べる <laughs> さあ、というわけでね、早速組み立てて、まずはマーベラーからね、見ていこう。組み立てると、 こうなりますおーできたー基本的にはパチ組みで、部分的に結構きつめの墨入れを施しました。えっ、ー、とね、だいたい組み立てに2時間かかってないぐらいですね。で、墨入れは30分もかかってないぐらいまあ、2時間半ぐらいでね、できました。説明しよう。 それから、ステッカーはこんな感じですね。胸部のパーツ、あ、胸部のシールあ。で、この黒いやつはここにあったやつで。これは剥がして部分塗装しました。あとは、胸部のところ。ここに6枚小さいのがあって、あとはこれがお腹のところですね。それから、スパイダーマシーン GP7。すごい小さいんだけどね、非常によくできています。部分塗装が施されていて、そこまで細かくはないけど、あパッと見てね、GP7 だっていうのがね、わかります。 これはね、マーベラーの、こう、環境の後ろの方からね、格納できます。さあ、というわけでね、見ていこう。これが宇宙戦艦、マーベラー。見てこれ。めっちゃよくできてる。でね、こう、ディスプレイスタンドに、こう、セットされています。こんな感じ。でね、いつもだと、墨入れ本当に薄くって感じなんだけど、今回なんかさ、 レオパルドンってこうガッツリ墨入れしてた方がかっこいいかなと思ってね。こう結構濃いめの墨を入れています。ソードビッカーとかね、こう武装類があって。さらにこのスタンド大変有能なのがね、内側にこう全部、こうね、えー、使わないパーツ、エフェクトパーツだったり、ハンドパーツをね、マウントしておくことができます。これもね、後で紹介します。で、ディスプレイスタンドはこのようにね、角度を変えることができます。こんな感じ。というわけでね、 他の立体物超合金魂をね、用意しました。じゃーん。一緒に並べるとこんな感じ。<laughs> 違うんだよ、母ちゃん。こっちもね、光沢感があって、超合金ならではの重量感。あとはね、ところどころシルバーのところにシャドウが吹かれてて、うん、これも素晴らしい。こっちはね、完全変形なんだけどあ、フルアクションさせたい場合は腕パーツをね、丸ごと交換するっていう感じになってます。 そうだね。この超合金魂と比べても非常によくできています。大きさ的にも、うんまあ、一回り。今回のスーパーミニプラが小さい感じかな。あ、で、これはね、今度ね、さっき言ったけど、あの、リニューアルバージョンが出るんでね。あの、スパイダーブレスレットとね、こう、セットのやつが出ます。<laughs> まあ、比較はこんな感じ。改めてね、手で持ってみよう。<laughs> こんな感じ。 自分は、あの、まあ、超合金魂持ってるからね、まあ、利点物としては、こう、触ったりとかしてるけどさ、こう、何十年ぶりかにさ、こう、レオパルドン、こう、手にする人も結構多いと思います。懐かしいなぁとね、こう、込み上げるものがあると思います。本当にね、素晴らしく、よくできていますね。で、このマーベラの環境の部分は、あ目の、目に当たる部分。まあ、このスフィンクスの造形のところの目がグリーンになってたりとかね、この鼻に当たる部分の、 このラインのところがね、あらかじめ塗装済み。で、さっきシール剥がして、えー、部分塗装したってところがここですね。で、ここも塗装済みになっています。これはあの、シールで、このスパイダーの模様のところがね、あの、陰影、こう、モールドになっているパーツもあります。ちょっとね、後でね、交換してみましょう。こんな感じ。もうとにかくね、よくできています。かっこいい。で、裏側から見るとこんな感じ。 で、今回のこのスーパーミニプラは、ほぼ完全変形による、えー、変形ギミックですね。あの、部分的に差し替えがあるんだけど、そこはね、あの、すごい素晴らしいアレンジなんだよね。さあ、それではね、変形いこうマーベラーチェンジレオパルドン今回のマーベラーオタファテクニカルレベルズバリ 3! 超合金魂の時に説明した時と同じぐらいの難易度です。まずはね、ゆっくり味わいながらいこうね。 この環境の後ろはカバーになっています。このカバーを開くと、これ、ね、GP7 が入るところがあります。ちなみに、エフェクトパーツを取り付けるとこのようになっていて、劇中のようにね、もうまさに今から格納されるところ、うん、これをね、再現できます。エフェクトパーツ自体はよーく見るとね、ここにジェット噴射のようなデザインがあって、いいなと思いました。GP7 をここに入れて、カバーを閉じる。 そしたら、機種を展開する前に、上に持ち上げるとね、ロックが外れます。ロックを外したら、この環境の部分を左右に開くわけです。こういう感じ。そうするとね、レオパルドの頭部が出現します。そしたら、この、機種の部分をね、押し込む。これ、機種なのかなごめん <laughs>。これを押し込んで、こうね、ゆっくり下に倒していくと。で、この時、この黒いカバーもあって、これも連動で、 こうね、中に入っていきます。ちょっとゆっくりやろうか。こういう感じ。こう下まで下ろしたら、頭部をこの位置に持ってくると。そしたら、再び、環境の部分を閉じて、ロック。そうするとね、このようになります。さあ、次は腕。腕の変形も見事です。これを押し込む。 押し込んだら、これがね、カバーになってるわけです。ここのカバーを開き、腕を展開しつつ、これをね、こっち側に持ってくるわけです。で、持ってきたら再びカバーを閉じると。これ非常によくできてる。で、拳がないんですよね。拳はなんとここに入ってます。このアレンジ見事です。拳を。 取り付ける。これでね、片腕の変形完了。反対側も同様。押し込んで、カバーを開き、ここを展開し、上まで持ち上げると。で、カバーを閉じる。そしたら、ここですね。拳を出して、 中に入れるとこの差し替えは僕は全然ありだなと思いますね。本当によく考えられてる。さあ、そしたらね、今度は下半身。まずはね、ここがカバーになっています。ここを開いておきます。両方やっておこう。で、これがね、尾翼。尾翼をこの中に入れ、で、おなじみのここを折りたたむと。で、これを下ろすときにちょっと干渉するんで、 見えるかな引き出し式関節これをね、出しとくといい。ここのロックを外し、これロック。で、さらにね、これも下に行くと、ここでね、引っかかって、ここね、ちゃんとロックがかかります。反対側戻同よ。かわ、まあ、これまた戻せば OK。 そしたら、左右を分割。こっち側はね、ロックになっています。ここを反転することによって、このね、ピンが隠れます。さあ、そしたら、腕を反転。すれば、<laughs> じゃーん変形完了レオパルドンだ <laughs> おー 見事にね、変形しました。拳以外はね、まあ、完全変形。この解釈はめっちゃありです。もう僕としてはね、レオパルドンも素立ちで十分かっこいいんだよね。目いっぱい煽りで見てみようよ。最高。こんな感じ。やっぱりね、この、色プラのこのカラーリングが大変素晴らしい。あとは造形もいいのでね、かなり、こう、なんていうかな、煽りで見るだけで、 ものすごく重厚感があるよね。うん、本当に、劇中から飛び出してきたみたい。改めて、全体のプロポーションはこんな感じ。超合金魂の時と同様かなこう、特撮の、あの、劇中の着ぐるみと、あとはデラックス超合金。当時のデラックス超合金となんかこう、美味しいところをね、こう、取ったような、スタイルとなっています。横。このね、環境の部分ってすごく特徴的だよね。 すごいかっこいいです。早速ね、近くでじっくり見ていこう。まずは、頭部のアップ。頭部の造形。レオパルドンの頭部は本当にかっこいいです。細かい部分までね、えー、あらかじめ塗装が施されています。ここはシールなし。いいね。それから胸部。マーベラーの時にも言った通り、ここは塗装となっています。あの、塗装もね、とっても綺麗です。それから、ここの6つがね、 え、ステッカーとなっています。細かいところね、ちょっと部分塗装しています。それからお腹周り。えっとね、ここは墨を入れるには、ちょっとね、造形がだるかったんで、あの、掘り直してね、うん、ここに墨を入れるようにしました。で、あと、ここがシールですね。それから腕周り、うん。この差し替えが最高だった。それから足周り。ここの変形って特徴的だよね。あとはね、こ,こ、こ,この辺もね、墨を入れてあげるとグッと締まります。 そうだね。全体的に、あの、墨入れのアドバイスとしては、しっかりその、墨を拭くことだね。拭き切る。もしくは、あの、拭き取りに失敗して、こう、ラインがあ消えちゃうとちょっと格好悪いんで、あの、拭き取りを丁寧にしてあげるといいかな。後ろから見ると、こんな感じ。これ、後で言うんだけど、あの、変、あ、ちょちょちょ。取れちゃった。ごめん。これ、カバーになってて、要するに、ここをね、展開しない状態だと、まあ、オリジナルのリスペクトバージョンです。 なので、えー、こう、ひ、膝がね、曲がらないと。こう、倒しておけば、この膝関節がこう出てくると。こういうアレンジがあります。いいね。本当に素晴らしいです。で、レオパルドンといえばね、皆さんご存知。もうほぼ動かないんだよね、劇中ね。ちょっとゆっくり歩いて、ソードビッカー投げて、フィニッシュ。<laughs> みたいな感じなんだけど、このスーパーミニプラは、この変形ギミックを兼ね備え,備えながら、かなり動くんです。 というわけでね、可動を見ていこう。頭部がね、ボールジョイント。こんな感じでグリグリ動く。それから腕。でね、各部硬いところがあるんで、えー、要注意だね。腕の付け根。ここかなり硬いです。肩が回る。で、これね、肩はね、アーマーが独立しています。こういう感じになってる。なので、こうやってね、腕を上げることができる。さらに、この肩の付け根。ここにも引き出し式のブロックがあって、こう動かすことができる。 それから、ここがロール。ロール気をつけたいのは外側に動く。でもね、内側はこれだけしか曲がらないです。位置決めのピンがあるんで、あの、飛び越えると危険です。それから膝。えー、肘。肘は一軸で、このようにね、曲がります。で、手首。まあ、これは軸ですね。こんな感じで動き。えー、お腹周り。 えー、これはね、環境の部分を外すことにより、より細かくね、動くっていうことができるやつですね。まずは、この、ごめんなさい。このお腹周り。お腹周りに可動軸が設けられてて、これでね、この環境を外すとこう動くと。こういう感じです。で、当たらないんで、こうね、ちょっと腰が曲がる。こういう感じですね。で、あんまり大きくは動かないけど、この中もね、少し。う、えーん、ほんのちょっとなんだけどね、こう動きます。 まあ、メインはこの辺を使うって感じかな。で、足回り。足回りは、ちょっと引き出す。ね、ちっちゃいブロックが入ってて。まあ、あの、最近のスーパーミニプラお馴染みですね。こういう感じで足をね、前に出すこともできます。このギミックすごいね。あとは付け根にロール。それから膝。膝はこのように、えー、二重関節となっています。さっきのカバーを閉じると、この上の一軸だけがこう動くって感じ。 うん。これ素晴らしい。そして最後、足首。これ引き出して。えー、あ、ごめんごめん。引き出さなくてもね。この内側。これがね、あることによって。あと、プラスボールジョイントで少し動く。で、ボールジョイント。あ、引き出し式関節によって、結構ね、柔軟に動くと。だからこう、レオパルドンがぐりぐり動いてるのね、ちょっとこう、イメージつかないぐらい。こんな感じでね、かっこいいポーズを取らせることができるのがポイントですね。 ちょっとね、こう、マーベル、マーベル立ちというかね。まあ、おなじみの感じ。こういうのもできちゃう。これがすごいよね。ぐりぐり動かしたい人にはもちろんだけど、やっぱり僕はなんかこう、シンプルなすだちで、結構こう、煽りで見るの好きだね。<laughs> こんな感じでね、楽しんでいます。さあ、次は付属品。メイン武装のソードビッカー。これらをはじめ。 劇中未登場のやつですね。これもね、墨入れてあげるとかっこいい。うん。こういうのとかね。ハンドパーツとか。ちょっとね、これらのエフェクトパーツなど。ちょっといろいろ取り付けてみます。まずは平手。交換するとこんな感じ。少しね、こう、くわっと開いて表情がついています。アクションさせるとこんな感じ。こう劇中のようです。さあ次はエフェクトパーツ。アークターン。この頭部の。 この飾りがね、こう飛んでくやつなんだけど、これをクリアパーツをね、間にかますことによって、こう再現できます。さあ次、次これもエフェクトパーツですね。アームロケットこのね、発射状態を再現できるクリアパーツがあります。これも同じくね、この拳と腕の間にクリアパーツをかますことによって再現できる。で、これはね、両方、あの、腕でね、再現できます。さあ、次は、胸部パーツですね。 これ一体をこのように外し、こっちに交換してみる。そうすると、じゃんこのようになります。これわかるかなこの雲のマークのところ、こう陰影があります。まあ質感がね、違うんですね。だからまあこう好きな方を選べます。この立体感のある胸部パーツもね、捨てがたいです。さあ、それから武装、ソードビッカー。 劇中同様に、このグリップをね、ここに刺すことによって、こう取り出す瞬間をこう再現できるわけです。じゃーん手に持たせるとこんな感じついでにね、スパイダープロテクターも手に持たせました。うーん劇中には登場してないんだけど、やっぱこれはすごく馴染みがあるよね。とってもかっこいいです。ソードピッカーを決めてアクション 劇中だよね。こんな感じのポーズはまずなかったです。<laughs> ファイナルビッカークラッシュみたいな。<laughs> まあこういうポーズもね、できるわけです。こうディスプレイスタンドにセットして。こんな感じのね、かっこいいポーズを決めることができます。最後に決める男、スパイダーマンみたいな感じ。で、最後がこれこれが劇中のやつですね。ソードビッカーをこう投げてる時のエフェクトパーツ。 この平手とソードビッカーの間にね、かますと、こんな感じになります。さあ、そして最後は比較。わかりやすいところからいこう。ロボット魂。思い出作ろう。次男ボガンダムユニバース。一緒に並べるとこんな感じ。このガンダムユニバースが15.5センチ。ちょうどね、今回のレオパルドンは頭の高さで、えー、15センチだね。 それから、スーパーミニプラはね、過去にも色々出ています。ちょっと時代が近しいやつにしよう。太陽戦隊サンバルカンのサンバルカンロボ。一緒に並べるとこんな感じ。サンバルカンロボの方が、えー、ちょっとだけ大きいかな。まあ、こっちはね、変形、合体ギミックが備わっています。うん、でもね、いい感じだね。一緒に並べると。いい感じのボリュームです。いやぁ、この流れでいくとさ、バトルフィーバーロボとかさ、 大電人とかめちゃくちゃ欲しい。<laughs> どう思うあとは最後にこれ超合金魂のレオパールドン。一緒に並べるとこんな感じ。そうだね。まずね、両方素晴らしい。で、この超合金魂っていうのは変形ギミックがよくできてるんだけど、この腕腕がね、横に開かないんだよね。この可変ギミックが備わっていることによって腕が横に開かないんだけど、まあ今回のスーパーミニプラは少ない この差し替えギミックによって、プロポーションと、あとは可動この辺もね、両立させてるんだよね。そうだね。まあ、これはプラスチックモデルだからこそできるアレンジかなという感じかな。この超合金魂もね、捨てがたいんだよな。ごめんね、このこ、こっちらレビューなんだけど、これはこれでね、うん、素晴らしいよ。どっちも捨てがたいね。<laughs> 違うんだよ、母ちゃん一通りの遊び方は、ああ、そうだそうだ。 これ食べない人。今日、今日こそね、甘い、甘いを言わずに、ちょっと伝えていく男、スパイダーマン。いただきます。うん。うん。ああ。これは、うん。味は変わってないんじゃないかな。うーん。ああ。本当にごめん、やっぱね。甘い というわけで今回のスーパーミニプラスパイダーマン。レオパルドンのレビューいかがだったでしょうか直撃世代のあなたにとってもね、知らなくてもね、あ、かっこいいなあとね、こう一緒に触って遊んだ気持ちになってもらえたなら本当に嬉しく思います。さあ、今回のね、スーパーミニプラレオパルドン。もうまず何がいいってこの箱。<laughs> 本当にね、これ遊び心があってもう本当に大好きです。もうこの箱を眺めてるだけでも最高。でね、この本体。 これもいいね。手首の差し替え。もあるんだけどね、ちゃんとマーベラからね、チェンジ、レオパルドになる。でね、その手首もね、ちゃんとうまい具合にね、あの、収納できたりとかしてるし、うん、プロポーションもいいし、稼働も優れてる。申し分ないね。これはね、あの、普段プラモデルを作らない人にとっても、あらかじめ部分的に塗装されてたりだとか、パーツ数も、も頑張れば全然、あの、ニッパー、ニッパーさえあればね、余裕で。 あの、このようにね、かっこよく作れます。まあ、さっきも言った通り、僕は今回ね、各部に墨入れを結構きつめに施しています。墨入れをしただけだね。もう、それでこのクオリティ。これはね、本当にね、僕買って組んでよかったです。気になった方、ぜひゲットしてみてください。今回の動画、面白かったな、楽しかった。参考になった。俺もスパイダーマンが好きだという方、チャンネル登録と熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。 それから僕は Twitter もやっています。Twitter のフォローもどうぞよろしく。あと、どんなことでも結構です。おー、たわー。俺は直撃世代だよ、とかね。あー、昔なんか、デラックス超合金に憧れたなーとか、持ってたなーとか。あー、このミニプラ本当にいいねーとか。などなど、どんなことでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。おたわーでしたまってねー。 外野の集結者よ「ミッションをくり出せよ」「よ変形が与え」「憧れてた夢のトランスフォロー」「わかっの君つきんち」